フランスの竜騎兵オーストリア帝国の竜騎兵のヘルメット単獣型のブランダーバス竜騎兵は近世ヨーロッパにおける兵家の一つ。一般には下記で武装した騎兵を指すが、その詳しい定義は国や時代により様々である。英語のドラグーンはブランダーバスの発射家が火を吹くドラゴンのように見え、騎兵向けの単獣型に竜の彫刻が施されており、ドラゴンとの通称があったため、 あとにはこれを用いる騎兵がドラグーンと呼ばれるようになった。また騎兵向けに製造された小型のマスケット銃をドラグーンマスケットと呼ぶ例もある。ブランダーバスに代わってのマスケット銃やカービンなどを装備する例もある。またピストルを装備する国もあった。銃の他にはサーベルも携帯し、飾りのついたヘルメットをかぶり強行はつけなかった。 竜騎兵の起源は16世紀後半に遡る。当初、竜騎兵は、騎兵家ではなく、馬に乗って、戦場を移動する乗馬不評であった。このため、この時期の竜騎兵は、騎兵というのは適切ではない。しかし18世紀中頃になると、竜騎兵は滅多に下馬しなくなっており、もっぱら騎乗兵として運用されるようになっていた。この頃から、 乗馬不評という本来の定義は曖昧なものになり、各国の事情により運用は異なっている。強硬騎兵の少なかったプロイセイやオーストリアでは、竜騎兵は主に銃騎兵として使われた。逆に強力な強硬騎兵やカラビニ騎兵を持つロシアやフランスでは、軽騎兵として扱われていた。マスケットを持って騎乗した重士フランスには、竜騎兵とは別にマスケットを支給さ。なお重士は、 隆起兵と同じく強行はつけなかったが、戦場でもに角棒をかぶり、サーベルではなくレーピアを携えていた。スペインの隆起兵は平時において治安維持のため各都市で勤務していた。ジョルジュビゼのオペラ、カルメンはセビリアで働く隆起兵、ドンホセが喧嘩騒ぎを起こしたカルメンをローマで護送する場面から始まる。 昇降用の1881年式流機兵サーベル多くの国では騎兵と同じサーベルを利用したが、ロシア帝国の流機兵は、南下政策の影響で、コサクラが使用していたワントウ、写シ紙シにつばをつけた1881年式流機兵サーベルを導入した。このサーベルは昇降用として、ソビエト軍にも受け継がれ、現在のロシア軍も儀礼塔として利用している。 イギリスでは1661年に、旧王党派の兵士で構成された第一、ロイヤル龍騎兵連隊が設立され、1969年には王室騎兵隊と統合されブルーズロイヤルズとなった。軽騎兵として扱う、軽流騎兵、重騎兵として扱う重竜騎兵が併存しており、軽流騎兵隊には1793年から王立騎馬砲兵が随伴することになった。 アメリカ独立戦争にも隆起兵が派遣され当初は活躍したが、指揮官のバナスター・タールトンは発砲事件においてアメリカ側の宣伝攻撃にさらされた。アメリカでは大陸軍が軽装の隆起兵隊を組織しており、ウィリアム・ワシントンなどが指揮官として知られている。アメリカ独立戦争時代には運用方法が類似しているイギリス軍の隆起兵隊と交戦しているが、 海戦当初は軍の財政問題に起因する装備や、連動の不足から能力的に劣っており、ワックス法の虐殺として知られる戦闘では、多数の被害を出している。20世紀中期以降には、騎兵自体が捨てれてしまったため、現在は本来の意味での流騎兵は存在しない。しかし、各国の最前線部隊である、戦車部隊や空挺部隊等で、 その勇ましい伝統を継承する目的から、竜騎兵を名乗る例が見られる。日本で、竜騎兵に近い存在として、伊達政宗が大阪の陣で使用したとされる騎馬鉄砲隊が挙げられる。現代の日本のファンタジー系の小説やゲームでは、ドラゴンに乗って戦う騎士のことをドラグーンと呼んでいることがあるが、本来は、ドラグーン及びその訳語の竜騎兵という名詞は前述のように、 火器を装備する機上兵を指すものであり、竜に機上するものという意味は含んでいない。そのためこの故障は誤用であり、その作品と作者でのみ通用する用い方である。ちなみに、英語圏において竜に機上するもののことは、単にドラゴンライダーやドラゴンライトなどと呼ぶのが一般的であり、ドラグーンと故障することは珍しい。18世紀中頃のヨーロッパでは、 竜気兵が強い男の代名詞であったため、竜気兵が主人公の文芸作品が多数発表されている。ありがとうございます。